スケット人生僕の関わってきてくれた人に対してもっと恩返しができるようにこうウィンターカップ本戦頑張りたいと思います。
嬉しいというか、もう自分は本当に安心したというか、ほっとしたっていうのが、まあ、一番で、まあ、このチーム1年間ずっと接戦で勝ってないっていうのが、まあ、ずっと課題にあって、でそこはやっぱり3年生が今までずっとチームを引っ張っててないっていうところと、まあ、キャプテンの自分がチームをこう引っ張れてないってところがあって、そこはもう自分の中でずっと課題になってたんですけど、今日はもう3年生と、まあ、3年生が本当に全員でこう1年生を引っ張ろうっていう気持ちでやって、今日勝ちが取れたのですごい嬉しいです。そうですね、もうみんな真面目でいいやつらばっかなんですけど、こう逆になんていうんですかね、負けてる時にこう今まで盛り上がれないというか、真面目すぎてこう盛り上がれなかったりとか、雰囲気が飲まれてしまうところがすごい課題だったので、まあ、今日は本当にベンチ含めもう試合に出てる人たちも全員が一丸となって本当にいい雰囲気を作れたと思うので、本当にもうこのチームには本当に感謝していることがいっぱいです。ですね、ウィンターカップへの目標はもうベスト8メインコートっていうのはもうチームで決まってるので、そこを目指して頑張りたいと思うんですけど、やっぱりウィンターカップに向けてまだまだ修正できるところ、まあ、リバウンドのところだったりとかオフェンスのところはもっと修正できて、もっと強くなる余地があると思うので、そこをまあこれからの1ヶ月間で徹底して練習して、まあ、必ずメインコートに立てるように頑張りたいと思います。本当にこのウィンターカップ最後の予選の大会っていうのを感謝の気持ちを持って迎えるっていうのをもう決めていて、自分の中でお父さんは本当に、まあ、今までこうずっと僕のバスケ人生でいろいろ手助けをしてくれて、いろんなことをアドバイスしてくれたりとか、お母さんも本当に毎朝弁当を作ってくれて、本当にいろんな送り迎えだとか、すごい苦しいというか、まあ、こう迷惑をかけてきたんですけど、本当にそういう、まあ、両親だったりとか、本当にまあ家族、本当にもういろんな人に感謝してきたので、本当にそこの、まあ、感謝の気持ちを持ってこの大会挑んで、本当に恩返しができたと思っているので、これから、まあ、ウィンターカップ本戦に向けてバスケット人生、僕の関わってきてくれた人に対してもっと恩返しができるように、こうウィンターカップ本戦頑張りたいと思います。